しい順位だ。よくやった。それではグリッド順位を確認しましょう。セバスチャン・ベッテルの前には誰もいません。ポールポジションからのスタートです。横にはバルテリ・ボッタスが並びます。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ライコネン、ハミルトン、マックス・フェルスタッペン、リカルド、ペレス、マッサ、グロージャン、カルロス・サインツ、クビアト、マグヌッセン、ニコ・ヒュルケンベルグ、アロンソ、ストロール、パーマー、ストベル・バンドーン、ザウバー、ウェイ・レイン。最後尾グリッドはエステバン・オコン。さて、それではコースに目を向けてみましょう。ターン1では接触に注意しろ。クリーンに抜けてくれ。グッドラック。
注意しろ。プラスに保ちつつ前の車の後ろにつくんだ。このラップにピットインしてくれ。戦略を変更する。ポジションを戻せ。セーフティーカーが出ている間は絶対に他のマシンを抜くな。右リアがパンク、右リアタイヤがパンクした。フロントウイングの破損が激しい。マシンのダウンフォースが大幅に低下してるぞ。ピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。
再開だ。セーフティーカーはこのラップで消える。レースが再開してもグリーンフラッグが振られるまではオーバーテイク禁止だぞ。
いているぞ。
についての情報だ。マシントラブルのようだ。スローダウンしている。グリーンフラッグだ。セーフティーカーが出た。オーバーテイクするな。ペースを落とし、デルタをプラスに保て。スローダウンしろ。デルタがマイナスになっている。スピードの出しすぎだ。スピードを上げろ。タイヤを温めるんだ。スローダウンしている。マシンに何か問題があるようだな。
セーフティーカーはこのラップでピットインする。タイヤの温度を確かめろ。それと第一セーフティーカーラインまではオーバーテイク禁止だ。グリーンフラッグが振られるまで前に出るな。Thank you.
1ラップ分だけだ。羽馬にとって大きな勝利となりました。さあウィナーがポディウムに上がります。世界中で羽馬の旗がグランドスタンドを覆うのを見てきましたが、今日もそうした光景が繰り広げられています。1位はまたもフェラーリ。さて本日のラウンドを終え、チャンピオン争いはどうなったでしょうか。バルテリ・ボッタスにとっては上々の結果、ポイントテーブルでのリードを広げました。さてドライバーオブザデーですが、誰を押しますか。エステバン・オコンにしましょう。今日は風格のある走りにうならされました。続いてコンストラクターです。上位陣が大きく調子を崩し、2位以下との差が一気に縮まりました。エキサイティングなレースも終わり、そろそろお別れの時間です。また次のレースでお会いしましょう。